本市中学校のスカートの色が明るい色の学校もあるので、汚れが目立つので不便だとの声を聞きますが、市のお考えをお伺いします。次に、新制服導入の検討についてでございますが、制服の検討は、着用している生徒や保護者、教職員から現状の制服に不備が生じしている場合に変更を検討することとしております。現在、市内3中学校の制服については、ついて不備はないものと認識しておりますが、必要に応じ、見直しの機会を設け、検討してまいります。対応してまいります。以上でございます。次に、括弧に、新制服導入の検討について、生理中は経血が漏れ、スカートについた場合、明るい色のスカートだと目立つので、特に授業中は長時間椅子に座っているため、スカートに経血がつくのが心配で、学校を休みたいという生徒もいると、保護者の方から悩みを聞きましたが、お考えをお伺いします。鳥海教育部長。はい、スカートの扱いについてのお尋ねですけれども、主に養護教諭が相談に応じ、生徒の状況に合った服装で過ごすことができるように、各学校はかなり細かい対応をしていると聞いております。そのようにこれからも対応していこうと考えております。以上でございます。平岡真奈美さん。はい。制服を汚れが目立たない色、黒色、紺色、焦げ茶色などの配慮を推進していただきたいと思いますが、お考えをお伺いします。鳥海教育部長。はい、制服の色についてのお尋ねですけれども、制服につきましては、実際に着用している生徒、保護者、教職員の意見を参考にしながら、さまざまな観点で、校長が決定していくものでございますので、さまざまな観点から、議員のご提案、今ありましたけれども、さまざまな観点から、検討できるよう、助言の方をしてまいります。以上でございます。平岡真奈美さん。生理はデリケートな問題ですので、なかなか打ち明けられず、悩んでいる生徒もいます。生徒が安心して学校生活を送れるようにお願いいたします。